はい、皆さんおはようございます。現在ですね、10月17日8時半を回ったところでございます。もう朝からねニュースで、言われてますけども、池袋で100人が乱闘したと。まあこれ100人の一部ですよね。一部ということなんですけども、ちょうどね、昨日7時前に、私復興支援の打ち合わせで大塚に向かうのにサンシャインの横を通ったら、すんごい数のおびただしい巣鴨警察署がおりまして、そうサンシャインっていうのは管轄が池袋と巣鴨の分かれ目で巣鴨警察署なんですよ。サンシャインで起きた事態っていうのは巣鴨警察署が管轄なんで、巣鴨警察署総動員ぐらいの勢いでですね、まあ、PC だけでも何台か15台以上ってたのかな。なぜか消防とかも来ておりまして、で、高層階のエレベーターの方にみんな向かってたんで、ちょっとやじ馬根性出して見てたんですけども、まあ、完全にクルーズっていうね、58階のレストランで、起こった内容になります。で、このクルーズっていうのはしょっちゅう使われるんですよ。結婚式の二次会だったり、まあ、予算を低く済ませたい人であればもう結婚式をそこでやったりですね、まあ、ダメンズトライブの集会でも一度使わせていただきましたね。だいたい1人1万円ぐらい、その時は僕が17万円、お支払いして、そこを貸し切りましたけど、貸し切りつってもあれですよ、部屋ですね、100人単位、200人ぐらいの会場は唯一ね池袋ではそこができるんで結構人気なんですよ。うん、でこれどうやら、まあ噂ですよ、噂だから、リテラシーで聞いていただきたいんですけども、ドラゴンさん対福建省グループの争いなんじゃないかなというですね、情報も来てますけれども、定かではございません。実際に私が行った時にはもう誰もいなかったし、警察がワーワーやってる中で、被害者っていう人もいませんでしたし、ニュースで言ってるように、なんか100人ってもう100人の一部が、まあ、揉めてたと。で、いうふうに報じられてるんですけど、これね、ここね、すんごい揉め事多いんですよ。クルーズは。これね、なんでかっていうと、まあ、プランがだいたい飲み放題なんですけど、なんかこれね、気圧なのかな、58階なんですけど、やけに酔うんですよ。やけに酔うし、やけに、まあ、安いお酒っていうのもなんなんですけども、安いお酒をガバガバ飲めるっていうかね、なんかやけに酔うんですよね。で、高層階に、58階に行くときに、結構、耳、唾飲み込んで耳を治すぐらいの、構想なんですけども、まあ、やけに酔うんですね。でも、これを言っちゃうと、じゃあタワマンの高層階住んでる人は毎日酔いやすいのかっていう話になっちゃうんで、それは気のせいなのかなと思うんですけども、僕も会社をね、運用してるときに、何回か、忘年会とかでも使ったことあるんですけども、結構みんな、ヘベレケになってベロベロになっちゃうんですね。なんだろうなっていうのは前から思っておりました。まあ、いずれにせよですね、まあ、怪我人も1人しかいなくて軽傷だということで騒がれてますけど、そんな大した揉め事っていうかそうじゃないのかなと。100人が100人ね、50対50でわーってごちゃまーみたいな感じになったら大変でしょうけど、そうじゃないみたいなんでね。うん、それに警察もめちゃめちゃいっぱい来ててニュースになっちゃいましたけど、まあ、逮捕者もゼロということでね、実際にその場にいて逮捕されてる人がいなかったですから、まあ、僕は1階にしか行ってないですけど、1階でもう本当ひっちゃかめっちゃかなんだなんだってこの矢島公園を出しちゃっただけなんで、ただね、本当に多かったです。すごかったですね。本当に総動員っていうのは久々に、見させていただきました。まあ、その後僕の方は、家に帰ってね、大塚の方に行って、復興支援の打ち合わせで、あだこうだと、あと、バザー品の収集とかですね、
ことをやって、帰って、で、寝たのかな？寝てないのかな？うん、でも、帰った頃、8、9時ぐらいにはもう結構、同じとこサンシャインの横通ったんですけども、全然人はもう、警察も散ってましたし、いなかったんで、まあ、ただ、まあ、総動員して大騒ぎになったっていうのは事実なんでね、そこをね、お伝えしようかなと思いました。まあ、噂によると、ドラゴンさんと副検証さんのグループが、まあ、対立したんじゃないかと言われてますけども、まあ、これもね、定かではないというところで、ございます。ですね、今日、明日ですね、僕の方は旅行にまた、出かけてしまいますんで、今日の夜かな、ゼキシンマネー。本当は火曜日、金曜日でゼキシンマネーをやろうと思ってたんですけども、明日がちょっと、まあ、旅行で配信できるかどうかわかんない状態なんで、今日ととりあえず金曜日はゼキシンマネーをやらせていただきますので、ご興味のある方、参加希望の方はですね、ぜひ夜のライブにいらしていただければというふうに思います。はい。で、今日のついでにね、寄り付き見とこうか。ね。寄りを見ときましょう。うわー、ブラックマンデーになりそうですね、今日は。完全にブラックマンデーになりそうですね。まあね、実際は明日、まあニューヨークが動き出してからの形になりますけど、まあ完全に、今日は下がる、もうあと30分か。30分で、前半が始まりますけど、株価もね。前半始まろうとしてるんですけども、だいぶ、CFD は下げに転じてますんでね。今回もブラックマンデーになっちゃうんじゃないかと。ブラックマンデー。まあね、週の初めなんでね、気持ちよく行きたいですよね。気持ちよく行きたいし、ゼキシンも今日は胸トレから、もう大好きな胸トレをびっちりやっていきたいと思ってますし、本当にね、月曜日ってすごい大事じゃないですか。月曜日に疲れが出てるっていうのは、あまり芳しくない状態ですので、月曜日疲れ出てる人はちょっと気持ちを切り替えてね、頑張ろうと。だから僕も月曜日は結構追い込みます。月曜日の筋トレは大好きな胸トレなんですけども、すごい、いつも以上っていつも追い込んでるんですけど、いつも以上に粘っこくやってますね。はい。ということで皆さん、じゃあ、今夜、お会いできればと思います。それでは、じゃあね、お疲れ様です。